皆さんこんばんは、ポキです。僕の視聴者の8割は僕が橋を作ってるところをただひたすらずっと眺めていたいっていうマニアックな人ばかりらしいんですよ。そういうデータもワシントン大学の研究で明らかになりました、最近。なので今回はポリーブリッジ2をプレイしていこうと思います。1年ぶりだね1年ぶりにやっていこうと思います。前はね、このパインマウンテン、パインパインマウンテンをやったんだけど、まあこれデータ消えてんだけどね。今回はね、このワークショップっていう、その個人が作ったレベルをやっていこうと思います。じゃあちょっと人気の高いレベルから順番にやってみていくか。まあなんかいろいろあるんだけどね、キャンペーンとかも。まあとりあえず人気からやっていきます。じゃあこれでいこう。めちゃめちゃ英語だけど、まあまあとりあえずこのゲームはどういうゲームかっていうと、このね、左から右まで向かわせればいいの、このバイカーを。うん、今回バイクだけど、でかこんなとこ通んな、こんなヨットが。あと風こっちから受けてるのにどうやって前に進んでた、このヨット。なんだこれは D を D に向かわせればいいんだよね。で B が邪魔だと。これやばくないこれどういうこと。いきなりこれどういうこと。待て待て待て、あ、強化道路とかもあるんだ。これさ、いやでもさ、ちょっと待って、こうやって道つなげて、いきなりめちゃめちゃ無茶なこと言うじゃん。バイクだから多分そんなに重さはないからよくて、これだ、外して、ちょっと待ってよ。あー、ここを強化して、これで縦に上げるってことかな。確かさ、ここやったらいいんだっけ。下に降りてるけど、ある意味これいいんじゃね。あ、ダメか、削られちまうか。でもこれさ、上削られてもバイクならワンチャンいける可能性がある。上がってこい、上がってこい、橋帰ってこい、来い。どうだ、帰ってくるか。行くな、絶対行くな。待てよ、これ逆だな。逆はどうやんだこれこれ逆はどうやんだ。ん、あ、向きの問題かな、つける。あ、分かった、つける向きの問題だ。こうか、でこうだ。来ました、皆さん。で、これで、なんでー、これ向きとかじゃないんだ。あ、これでいいんだ、伸縮 50%。 あー、分かりました皆さん。で、これ避けれるか。おい、どうすんだよこれ、避けれないぞ。はいはいはい、分かりました、やるべきことは分かった。いや、いけるんかと思った、一瞬入ったからいけるかと思った。これワンチャンバイクの兄ちゃん飛んでくれんじゃねえか、ワンチャン飛んでくれるんじゃないかっていう淡い期待。いや、いけるだろお前なら、ハーレー・ダビッドソンみたいなの乗って。いけー、飛べー。あー、惜しいわかりました皆さん、2個つなげます。2個、どういうことかっていうと、ここにつけちゃって、これ1個つけるでしょ、で2個目つける、で両方マイナス50で、これ100伸縮きました。おいおいおい、完璧な橋作り。皆さん、どうか僕に頼みませんか、あなたの町の橋図。待てよ、なぜだ、どうした。3つつなげよう、3つ。あー、やっぱ2個じゃ足りないよ2個笑わせないでくれないか、みんな。皆さん、まだ2個でやってるんですか。時代は3つですからね。はい、来ました。さあ、もう上がりすぎちゃって左側に行っちゃった。これで一直線立てる。さあ90度、どうだ。うわー、これちょっと待って。ああ、どうだこれ。え、当たんないんじゃないこれおいおい、これ奇跡起きたんじゃないか。あ、行った。さあ、で、あとはちゃんと戻ってくれよ、ちゃんと戻ってくれよ、ちゃんと。最高じゃねえか。はい、これでバイクのお兄ちゃんもデートに余裕で行けると。さあ、よかった、おもろいこのマップ。へえ、あ、他のプレイヤーの解決策も見れるんだこれ。え、見たい、ギャラリーで見る。あ、すごい、いろんなやり方がありますぜみたいな。あ、すげえこれこれちょっとの隙間で通すのこれ別競技やってんじゃんこれ、おもろいな。でもそれ何これ、どういうこと、これどういうこと。いやー、なんか気持ち悪い、すごい走って何、ねえねえ、走って何、やりすぎだろこれは。すーごー、生きてるみたい、すごいわあ、やっぱジャンプ台にしてる人もいるんだな。そっか、それでもいけたんか。
まあ真ん中だけ通れればいいもんな。これでバイクの お兄ちゃん任せと普通に行くな。面白い。これいいね、この他の人のやつが見れるのは。次はこれ行こう。一番人気ジャンプ&ジャンプなんだそれは。ジャンプ&ジャンプ。あーでもなんか帰ってくるっぽいね。ここで U ターンして帰ってくる。はいはいはい、すごい勢いで入ってったな。一切のためらいがなかった。え、なにこれ、めっちゃ簡単じゃない？何がジャンプなのこれ。なんか別に船も来なさそうだし。え、どういうこと。皆さんこれ三角関係って言うんですよ。もう何度も説明してるんですけどね、この実況で。唯一ね、三角関係歓迎される業界なんですよ、この橋業界っていうのは。待てよ、あーやばい、ここ難しいですね、作るのが。このね、三角関係っていうのはね、意外と適当でいいから。え、なんかこれでも意外といけそう。おなるほど。おい、そっち行くん、どういうことこれちょっと待って、どういうこと、ちょっと待って待って。え、わかんないわかんない。何、あの車自体がジャンプするってことなのかな。別に橋自体はジャンプする要素ないもんねこれね。なんか難しい。あ、予算オーバーした、まさかの。あ、いける。あ、帰ってこい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 。あー、すごい、何その帰り方クリアなんだじゃあ他の人のやつ見てみるかこれどういうこと、ぶっ飛んだステージすぎるだろう。ジャンプ&ジャンプ、これ何これ、近すぎ、うん、近すぎ。あー、ジャンプってそういうことかそういうことね、ジャンプ&ジャンプってそういうことか。あ、ごめん、俺一緒し理解してなかったわそういうことか、自分でジャンプさせるってことかあー、ごめん、本当に面白くないクリアの仕方しちゃった。じゃあ次これいくか。第2位なんだろうこれ、メニーカーズなるほどなるほどまあめっちゃ簡単じゃねえか。でもいや逆に簡単ないよこれ。なんだこれ、全員飛ばしてやるか。ちょっとさっきジャンプできなかったから、ここに来てジャンプするっていう。はいはいはい。これ旗取れないかな、1個目の旗。ちょ、1個目の旗取れなかったらクリアになんないから、全部の旗取らせなきゃいけないから、これくらいでいいか。これでもね、予算も余裕あるし全然問題ないですね。そっか、ジャンプ&ジャンプってそういうことか。そういう脳はなかった俺には。自力でさせろってことね。どうよ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 。まあ、車多いだけ。あ、でも重いんかなこれ。うわ、重いんだ。やっぱ車多いと重いか。これちょっとマシマシしないと、三角関係を。どうよ、ここ心配だね、絶対ここで崩れるねって思ったけど、耐えろ。あー、惜しい大事故じゃねえか、車間距離開けろ。あー、なんで、ちょっと待って、ん、待てよ、これ変なことしない方がいいさてはこれ、さては変なことしない方がいいんじゃないかっていう気がしてきた。じゃ、ここにあえて三角関係作っちゃう。まあ、こんなんね、なんぼでも作れるんで、この業界好きなだけ作ってください。どうよこの橋、耐えるだろさすがに。頑張れ、よし、1個折れたけど大丈夫全然ダメだ皆さん、すいません、本当に、一からやり直します、すいませんでした。ただこうやってやるだけで一瞬でクリアできんのに、ほんと人って遊んじゃいがちですよね、よくないですよ皆さん、こんな簡単なことなのになんだこれ、なんだこの車列、すごいな、すかっこいい。皆さんどんなの作ったんだろう、あんま興味ないな。でもこの橋は多分みんな一緒だろうなみんな一緒、みんな一緒。こんなに面白みのない、なんかあの個性の出ないステージ初めてですね。だ、次これいくか。え、 C は C、 A は A、 めっちゃ簡単、逆に怖い、逆に怖い、何これ、短すぎるし、しかももうこれだけでいけるもんな正直。え、何、なんで、あ、できないの、上はできないんか、橋、え、どういうこと、橋作れないの上には、これ、え、そんなことある、どういうこと。まあでも下は余裕。え、上これ橋作れない、あ、1個しかできないんだ道路、はあ、なるほど。ということは、
どういうこと？油圧系で引き上げてくるってこと？え？いや、そんな無理だよね。あ、ちょっと待って、これマジでどういうことなんだろう。でもここにあるってことはなんか使うんだろうな、油圧系を。上に上げてくるなんて不可能でしょ。ケーブル使ってみる一回。どういうこと？でもこんな上上げても全く意味ないもんね。この上には行けないもんな。切れちゃったし、なんか。行かないでいいじゃん、仲良しで。これで上げたりできんのかな。ちょっと、ここいらなくて、こういうこと？できたらすごくない？あ、2個あんだって。でも一応、あ、そういうこと？あー、なるほどね。ちょっと待って、これいけんじゃね。あれ、意外と簡単。これ、ちょっと待ってよ。2にしといて。あー、いけそう。これでいいんか。あー、なるほどね。どういうこと？あー、ダメだ。ここつけとかなきゃいけないわ。そうだ。はいはい。これで、いく。あー、すーげー！上がってくんだ。中途半端。捨てんな。これ不安定だけどな。大丈夫かな。これでどうなる。ちょうどいい高さを探せと。これどんな橋。さあさあさあ、で上がっていって、ぴったし。誰、倒れちゃう。わかりました。でここでこれね。なるほど、そういうことね。はい、いける。で上に上がる。完璧じゃない？おい、完璧じゃない？若干隙間あるか？全然安定してないし。これくっつけられないのかな？多分くっつけられるはずだもんね。これだとどうなんだっけ？動き出した瞬間に、だよね、スコーンだもんで。ちょっと調整したんだけど、これで上にしっかり引っかかってくれるか？くっつけ！完璧じゃない？あー、いける！よし！あー、惜しい！これなんで揺れんの？これさ、ロープでくくりつけとくか、ここ。ここくっつけちゃう。あ、いいかも。ここロープでくっつけてあったら、上上がっても、はい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 ！ちょっとたるんでるけど、でも揺れは収まるんじゃない？さっきよりは。いいね！よし！いけ！いけ！おい！頑張れ！なんでだよ。上がる。揺れるけど、左は絶対揺れても大丈夫なんだよ。で、右さえ、いいんじゃない？押せ押せ、押し上げろ。惜しい。ダメか。皆さん見てください、この完璧な、完璧な装置。これで、多分上にくっついてくれるはず。これがしたかったんです、僕は。で、かわし、くっついた！やったこれだ。いや、これ完璧でしょ。ちょ、もう一回見せてみない？これ完璧でしょ、これ作り上げたぞ。いや、ちょっとこれ傑作、俺の傑作だから、いろんな角度から見よう、いろんな角度から、こっから見よう。全然見えない。いや、完璧すぎる。ちょっとみんなの橋を見てみようかな。高みの見物してみよう。みんなはどんな橋を作ったのかな。俺の橋に勝てるやつはいるの？一緒だな、ほぼ。俺とほぼ一緒だな、これ。すごい。なになに、どういうこと？天才じゃん。本業の方ですよ、絶対今の。あんなんできないって。なにこれ。はいはいはい。いや、かっこいい。なにそれ、本業だろ、絶対。おかしいって。そんなん作ろうってなんないもん、普通の脳してたら。設計図書いてるな、これ。確実に。よし、じゃあ次のレベルいくか。これは、なんだ？あー、なんかちょっと。はいはい、トラックね。でもなんか簡単だけど。トラックだとしても簡単じゃない。なんか通ったりしないんか、ここは別に。じゃ、めっちゃ簡単だけど、めっちゃ重いのかな、このトラックが。いや、でもこっちには鉄骨があるよ。俺が信頼を一番置いてる鉄骨。なんか簡単すぎて怖いな、逆に。ちょっと一応重くしとくか、これ。なに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 、心配、逆に。おっそ、時間かけてゆっくり行くから、お前の橋どんどん強度かけても落ちるよみたいな感じ、もしかして。あー、ゆっくり。やばい、頑張れ、耐えろ。
あー、いけちゃいそう、いけちゃいそうです。皆さん、なんと、え、なんなのこのマップどういうこと、めっちゃ簡単だったんだけど。よっしゃー喜べね。なにこれ、え、これなにこれ、他の人のやつ見てみるか一回みんな戸惑ってんじゃないのこれ、なにこれ、芸術作品みたいになってる。おー、なにこれ、いやこのマップ何、本当にめっちゃ簡単じゃねえか。なんでこれランキングのこんな上位上がってきてんだ本当に。じゃあ次これ行ってみるか。あー、なんかちょっと難しそう。なにこのトンカチどういうこと、どういうこと、壊してくんのこれあー、ちょっとこれ、え、え、どういうこと。例えばさ、例えばこうやって作ったとしても壊されますよってこと。何その罠、どうしたらいいかわかんないけど、とりあえず跳ね橋でも無理だもんね。ってことは、さてはこのハンマー自体を止めちゃうみたいな感じ、もしかしてそういうパターンかな。それだとできそう。いや、できんのかなハンマー自体を止めちゃう、ありそうだなこのゲーム、そういうの。とりあえず橋は別にこれイージーなんだよ、橋自体はね。橋ゲーだろ、橋がイージーならもうダメだろそれ、ゲームとしてダメだろ。うん、とりあえず橋自体は、うん、落ちたな、橋自体落ちたんだけど、これお金めちゃめちゃあるね、余裕。これでいけるかな、うん、いけるねおい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 、勘弁してくれ。ロープ使ってなんかでき、あー、こういうことしちゃう、これどうなんの、なんかなんかうまいこと止めれたりする、これ、もしかして。そういうのは無理、そういうのは無理なんかな。でもここにロープつけれるってことは、待てよ待てよ待てよ、お金はめちゃめちゃあるから、なんて言ったって今回、まあそうだよな、そうなっちゃうよな。これなんだこれ俺何の建築してんのこれ、え、橋は、橋はどうなったんですか皆さん。うん、直立しないね、なかなかね。ここさ、いやこれ直立させるのむず、いやこれ難しいな。例えばこれ道路引いたら、あー、なんか止めることできそうだね、ちょっとね、今なんか可能性感じたぞ俺。あー、なんかいけそう、ちょっと待って、いける、これいけるわ、俺今確信した、これはいけると、うまいこと作れればいける。ここはもうこれでいいんじゃないか。うわー、惜しい惜しい、あ、ここ崩れたんだ、意外と。これあとロープで補強でしょ、あ、違う、ロープ補強、いやー重いんかな、やっぱりそんな簡単にはいかないと。ちょっと大強化するけど、いやーお金足りなくなっちゃうかな、意外と。どうだ、いやー待てよ、そこね、こうよね。あー、来たー、道路いらない、来た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 で、こっちは、あー、これも止めれるのでは。さてはじゃあ、おい見えてきたぜみんな、この無理かと思われた、これさ、もうさ、これさ、こうやってつなぐだけでいけるのでは。さては、あー、ダメかそりゃそうだよな、今のいけるわけねえよな、これ。あとここいけたらいける、こんな感じでいいんかな。いやー、マジか、ちょっと分かった、でここに道路だこれ何マジで、何のゲームやってんだこれは本当に。あー、でもなんか抑えられそうだな、道路は。やっぱりちょっと待って、ロープでいい、あんまり重くしすぎると。いいねー、左完璧で右も同じようにする
まあもう同じことは多分再現不可だから、でも似たようなやつを作ればいい。やべえ、おもれえ、こんな不思議なマップなのにおもれえ。きたー、止めたぜ、みんな重いんかい。こっちはこっちでいろいろ問題出てくんな、この橋。はいはいはい、こっちはいけるようになったね。あとは右のハンマー止めて、ハンマー止めて橋を作るだけと。で、予算も半分しかまだ使ってないからいける、これいけるぞ。これもう橋作りじゃないって、ハンマー止めだって。何そのゲーム、ポキさんの今日の動画ハンマー止めるゲームやってます、意味不明です。もういや俺もうハンマー止めんの上手くなりすぎ。おいおい、どうやってんだよこれ。ハンマー止めんの上手くなった、なぜか橋作ってたら。よくわかりませんね、本当に。こういうことなんですよ、人生っていうのは。僕は橋作りをしたかったですよ、ええ。でも気づいたらね、ハンマーを止めていて、そしてハンマーを止める技術ばっか上がっていました。橋作りの技術はこんな感じで、見てください、もう終わってます、本当に。まだ初歩的な橋作って喜んでます、僕は。どうしてこうなった？話がちげえぞ。でもなんか前言われたのはね、この橋作りの動画を、なんか学校の授業で見ましたみたいな。なんかあの皆さん、この橋作り教材になってるっぽいですね、どっかの学校で。やばいでしょ、本当にすごいですよ皆さん。だから皆さんは教育を受けてるもんなんで、これ教育動画なんですよ実は。皆さんはね、何気なく見てるかもしれませんが、だから勉強になってるんですよ実は。すごいことですこれは。勉強してる気でいました、皆さん。まあそういう人がいたらやばいですね、この動画見て、あ俺は今勉強してるなと思ったらやばいっす、やばい人です、それは。よし、完璧なんじゃないか。まあそうだな、ここも一応支えとくか。まだ全然資材余ってるからね、20万も余ってるから、20万じゃないわ、20万だから、まあ10万も余ってんだよ、10万ドルも。でもからいけちゃいそうだね。皆さん見てください、これが僕が作ったやつです。ちょっとこれ他の人が作ったやつ気になるな。大丈夫か、揺れてるけど。よし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 、大丈夫か、大丈夫か、怖いな、揺れんなよ、ゆっくりでいいからな。よく耐えた、よくやった、イエーイ。これちょっと他の人のやつ見たい、どうやってやったみんなは。あーでも止めてる人いるな、やっぱり。やっぱこうなるよな、やっぱこれ正解なんだよ。なんか後ろで崩れてないか、うわ。後ろで崩れ去ってんだけど、俺の橋。これどうやった、え、これいけんの、あ紐でやっぱ止めるんだね、みんな大体は。そうだよね、あーみんな止めてるわ、あよかった、全員止めてる、やっぱ全員止めてるわ。そうだよね、そんな止めずにいけるなんて無理だもんね、さすがに。うん、みんな止めてますね、よかった、なんか安心したわ本当に。これもなんかさ、別な技術があんのかなって思ったけど。すごいなこれ、止め方すごいな、丁寧だな。ダイビングっていうとこ。どんな状況だよこれ。あー A1 が奥か。え、これってさ、もしかしてさ、普通にさ繋げちゃって、それを順番に落としてくって感じなのかな、もしかして。お金まあまあ足りないんか。これ下は絶対に頑丈にした方がいい、なぜか教えましょう皆さん。落ちてくるからです、上から鉄の塊が、上から鉄の塊が落ちてくるってことは丁寧にやるべき。まあ、こんなもんでいいんじゃない。どうしたらいいんだろう。あー分かった、一個ずつ短くしていこう。どうこの戦法、どうこの戦法。これをうまい具合に、あーでもどうなんだろう、あーでも無理か、耐えれないかな、耐えれないかな、これどれくらいの重さなんだろうね、このだから大切なとこだけこうやって、お金が足りる限りこうやってやってって、重り耐えれるかな。であとは木で補強、これどうよ、意外といけそう。
あとはさ、これ運なところもあるよね、絶対。落ち方によって運的要素もある。こうでしょ。あ、なんかいい感じなんだけど、ちょっとかっこいい橋ができた。ほら、あ、待って、ここ見てなかった。ここ鉄使ってもいいね、余裕あるし。どうや、さあ行け。おお、すげえ。来た。マジで。かっこいい。こんな一瞬でこんなすごいの作り上げちゃうの俺もう。あー、真っ赤なポルシェが。ちょ、もう一回見よう。いや、すごすぎない。面白い。はい、ということで皆さん、いかがでしたでしょうか、僕の橋作りポリブリッツ。このワークショップをやるのも面白いね。みんなはどんなの作ったんだい。最後にこれを見て終わろうか。うん、みんな大体一緒。